ばんは。どっちがいいんだろう。こっちと。なんかこっちの方が漏れる。こんばんは。どうも。今日はショールームできそうだったので、帰り道にやろうって決めてやっております。アミちゃんってプライベートでもツインテール率高いの？プライベートってより仕事終わりでこれですけど、うん、リハーサルで髪の毛を下ろして踊ってて、うわ髪の毛うざって思って、結ぶときメンバー一つが多いけど私は二つかな、一つが一つで下に結ぶのがあんまで、ね、ちょっと今いっぱいサインコメント来てたけどさ、あのトーク会とか握手会とか撮影会とかすごいたくさん完売が出て、ありがとうありがとう、みんなこんな私とこんな私に会いに来てくれありがとう。愛知は雨降ってる、降ってた、なんか降ってない時もあった。私さ傘忘れてさ現場着いたらビチョビチョっていう終わったーってなった、大変だった。今一番会いたいとです。嬉しい、こんな私でよければ。今今ね5時販売してます、ね、雨予報なの知らなかったんだけど、初耳だった。ちょっとで今日ね2つ結びが可愛いんですよ、毛先が。もう雨でね、湿気でもう全部取れてるけど見て取れてる本当はね、もうちょいね大きくウェーブしてたけど毛先しか残ってない。本当はこうやってなんか S 字っぽくなってたんだけど、見てこれもう力尽きてる私のツインテール。あーまだちょっと生き残ってるか、もうちょいね強めに巻いてあった。いや湿気ダメなんだよね、もう一発アウト私。あそうだ、明日ねマリンと野村とあのトークトークトーク、グランドキャニオン広場でやります。多分当たってる方は、当選した方はなんか近めで見れて、その当選してない方とか暇だなって方は無料で多分覗けたり見れたりするから、
暇じゃなくてもその時間帯通るなって方は覗いてよってやってくださいよやってるって元気にやってるって覗いてください。ぜひ明日風速6メートル、え嘘飛ばされちゃう私明日。何に着ようかな洋服。楽しみ明日。明日もう一個お仕事あってね。それはね野村さんとね一緒だから野村さんとも明日一日一緒なの。え無料で見れるの？えそうだよ。トークはね無料で見れちゃう。今日ねそのグランドキャニオン広場って地下でやってて。で1階の地上からこう覗けるみたいな形なんだけどこう覗くと覗いてるとこから聞くとなんか音声とかがあんまりその聞こえづらくはあるらしくてまあでもそのなんかトークの温度感とか推しメンの美女とかは全然確認できるので。そっか明日なんだルーちゃんの K2 見たかったな。かぶってるよね。あ思ってるより聞こえる本当。おじゃあいいですね。ぜひMV 撮影どうじゃったってきてMV 撮影楽しかったですよ。何の MV かな表題かな。楽しくあんまり緊張せず。チームインの曲はいつ解禁になるのかな。あれナッキーさんのさツイッターでさ出てなかったっけその桜橋919ナッキーさんとこで音源解禁だったっけ。私が見たツイートは合ってるのかな。あれこの情報で合ってますか。あそうだよね楽曲解禁そうだよね来週でそこら辺なのかな。 MV うちマジで全然知らないんですよね合ってる。明日はアミちゃんが司会かな。どうでしょう。私ね司会が本当に壊滅的に苦手なので明日司会になっても回せるかどうか。ねみんな詳しいね。私よりもさこう情報とか把握してくれてさ教えてくれてさ優しいね。MV 撮影後にご飯行けたりしましたか。そうその MV 撮影した後とかご飯行きましたね。同期とかとかほちゃんと2人だけでも行ったしその次の日はみんなで行ったりしました。
この前の非公式でもしっかり回してたと思う。回してなかったよあれもう私パニックだったよずっとよし切りって難しいよね。私は自由にさ発言したいんだなって思った。何にも縛られず仕切りって難しいやっぱ仕切りってさなんか決め込めとかあるから、なんか次のコーナーはなんとかかんとか、こちらのコーナーはなんとかかんとかでなんとかかんとかでみたいな疲れちゃうね。いや楽しいよ司会は。いやちょっと自由に放たれたい欲がしゃべりながら溢れ出ちゃうねえ爆発だよねやっぱ当たって砕けるわ。そういうとこラッキーがうまいのよね。そうなんだよね。もうねうまいとかのレベルじゃない、もう仏仏合ってる言葉ね。もうそもそものなんか語彙のレベルももう桁違いだし、もう助けられてますいつも。多分合ってない。まあ明日はね一緒にやる方が同期なもんなので楽しく。いやなんか同期といる時は割となんか面白い発言してるんですよ私。なんかツッコミ、ツッコミ面白いんだよね私自分で言うのやばいやけどなんかね同期といる時違うんだよね。なんか私のそのなんかなんて言ったらいいんだろうね、立ち回り方が違う。そのトークの割と語彙があるんだよね同期といる時は。ツッコミがうまいのかボケじゃない、なんか突っ込んでるイメージある。なんだろうね。けどね普段の MC じゃ全く出ないツッコミが出るの同期といると。えこれ私だけがそう思ってるのかな。あ高橋先生がわかるって言ってるなんかね思い切りがあるからかな発言に。やっぱさそんなにこう気を使いすぎず発言ができるからなのかな、なんだろうね。いや思った、なんか S 公演でさこの前あのヨコニャンのさ生誕でマリンがあの野村とヨコニャンと、あ野村と倉島とヨコニャンは若だから風邪がひかないみたいな、なんか私流れ玉食らってんだけどってSNS でそのなんか公演のレポみたいなのが流れてきて、あれなんかしれっと私も食らってないこれと思ってなんか勝手にフルネームで名前出されてバカって言われてまあまあ私もね自覚はありなの、本当にバカだから風邪ひかないんだなって思って。確かに井上も言われてないじゃん。ね風邪ひかないんです、多分気づいてないだけだと思ってんの私は。でもいつの間に風邪ひいてる気がしてる私的に。だってさ私コロナかかってないんですよ。
疑わしいよね。多分かかってるんじゃないかなって最近ちょっと薄々気づい多分気づいてないんじゃないかなこの人みたいな、うん、っていう説が浮上してる私は。だってこんなさ、もう周りがみんなさ、こう世の中的にさ、みんなコロナかかったりさ、インフルかかったりしてる中でさ、かかったことないんだよね。インフルは1回だけ前にあるけど、ちょっとおかしいよね。素敵だね、健康で。健康なのか気づいてないのか。健康のために気をつけてることある？ない。楽しく生きてるかな。やばい、めっちゃアホ発言してる。いやだって別にその私ね、うん、そんなかな、うん、なんかめっちゃこまめに手洗いします、消毒しますとかも、まあ、人並みにやってるだけだから、うん、あと5分です。早い。もういつも30分しかさ、30分弱しか配信できない。でそう、病は気からって言うし、いやそうそう、ああそれかも、待ってそれかも。いや私ね、気持ち大事にしててヤンキーみたいな、気持ちちょっと気持ち強めなんだよね。いや私ね、もう最近その身内を洗脳する洗脳をしてて、よく別に危ないものではなくて、怪しいものでもなくて、なんか頭痛いとかお腹痛いとかあるじゃないですか、ふと。でメンバーとかでもよく言うんですよ、わ頭痛いとかお腹痛いとか急に来るじゃないですか、一瞬のやつとか。でそういう時に大丈夫だよ、痛くないよとか、お腹減ったとか、ね、お腹減ってないよ、リハ中とか、お腹減ってないよ、大丈夫だよ。洗脳するっていうのをよくやって、最近はねマリンとかによくやってるかな。洗脳、大丈夫だよ、もうまっすぐな目でこうなんとかかんとかって急に何か言ったら、大丈夫だよ、痛くないよ。これかも、これだ。寒いとか言うんですよ、寒くないよ。あ、これ一番言うかも。みんな寒いとか言い出すんですよ、寒くない。でも寒い、暑い寒いって感情をなくせばもう何も感じなくなるから。そう、これよくやってるかも。これです、これ。だからその皆さんもこう自分に洗脳下ろす、そう考えるからこうそう思っちゃうんですよ。面白いな、おすすめです、これ。これだ、私の健康の秘訣。面白いな、なんか無意識だったわ今その話してて、
私がおかしいことに気づいた。ありがとうございました。今日もほんのちょっとだけ配信ありがとうございました。また配信します。最近割と定期的にできてる気がする。2番もね、どこ歌ってるのって聞かれたんですよ、あの愛のホログラム。片先が濡れ始めてから歌ってます。1番は人の違う B メロの最初歌ってます。こちらです。ありがとうございました。またギリギリにこんな情報を、ありがとうございました。